6万8 4 5 1 m m c 6 8八1 0で利用可能メモリ管理ユニットは、コンピュータのハードウェア部品の一つであり、CPU の要求するメモリアクセスを処理する機構のことである。M, m の動作の模式主な機能としては、仮想アドレスを物理アドレスに変換する機能、メモリ保護機能、キャッシュ制御機能、バス調停機能、 そして単純な8ビットシステムなどに見られるバンク切り替え機能などがある。なお、メモリ保護機能を持ち、仮想記憶機能を持たないものを特にメモリ保護ユニットと呼ぶことがある。これは小さく信頼性の要求があり、かつリアルタイム性の要求されるプロセッサに伴って使われることがある。最近のオンムでは一般的にメモリ空間はページに分割される。 ページのサイズは2ノルマルであり、大抵の場合数 K バイトである。CPU が出力するアドレス回 N ビットは仮想物理の変換においては変化しない。CPU が出力するアドレス上 I ビットは仮想ページ番号である。んはページテーブルを持っている。ページテーブルは配列構造になっていて、仮想ページ番号がそのインデックスになっている。各 ページテーブルエントリーは仮想ページ番号に対応した物理ページ番号を格納している。この物理ページ番号とページ内オフセットを組み合わせて完全な物理アドレスを作り出すのである。手には以下のような情報が含まれている。ある仮想ページに対して物理メモリが対応していないこともある。その場合、M はページホールとを CPU に通知する。オペレーティングシステムは その通知を受けて、空いている物理ページを探し、手の内容をその物理ページを示すよう書き換える。ページホールド処理から元のプログラムに復帰すると、ホールドを発生させた命令を再度実行して、今度は手が物理ページを指しているので正常に処理が続行される。もし空きメモリがない場合、使用中のページから物理ページを選択し、 その内容をデスクに書き込んで対比し、そのページを使う。これをページング方式と呼ぶ。ページテーブル自体もメモリ上に存在するので、手が存在しないという場合もあり、その場合も OS と、N、M が協力して新たにページテーブルを割り当てる。ページホールとは時としてソフトウェアのバグによって発生することもある。N、M のメモリ保護機能を使えば、OS は アクセス権を与えない設定をすることで不正なプログラムからメモリを守ることができる。一般に OS はプログラムごとに別の仮想アドレス空間を用意する。M はメモリのフラグメンテーションに対しても有効である。メモリブロックのアロケートと解放が繰り返されるとフリーなメモリは十分あっても大きくかつ連続的なブロックをアロケートできなくなってしまう。仮想記憶では 細切れな物理ページを集めて、連続な仮想空間を作ることができる。マイクロプロセッサの初期の設計では、M は独立した集積回路となっていた。例えば、マッキントッシュ2の MC68020、CPU では MC68851M を使い、Z8000 ファミリーでは Z8010 が使われた。その後の CPU である m c 6 8 3 0 や Z280 では、マイクロプロセッサ内に、m むを内蔵している。この項目では、最近のページング方式を使う、N、m むについて、解説したが、N、m むには、セグメント方式や、他の方式を使用しているものもある。そしてそれは、現在のマイクロプロセッサにも残っている。X86 系統のマイクロプロセッサは、ページングだけでなく、セグメント方式も提供している。 最近のシステムではメモリを4基部から64基部のページに分割することが多く、また最大で2未部から1基部の巨大ページも利用可能である。ページのアドレス変換情報は TLB にキャッシュされる。古い設計のリスクでは TLB に変換情報がないときに OS に対して例外が発生するようになっているものもあった。 多くのシステムでは、ハードウェアベースのページツリー探索機能がある。UM を無効化可能であることが多く、ページホールと時に UM を無効化することもある。ARM ア,アーキテクチャのプロセッサは、ARM の仮想メモリシステムアーキテクチャに基づいて UM が実装されている。現在のアーキテクチャは4基部と16基部のページと、1ミブのセクション、16ミブのスーパーセクションを規定している。 古いシステムでは1基部のタイニーページもあった。4基部と64基部の場合は2段階、1ミブもしくは16ミブのセクションの時は1段階のページテーブルを使用する。TLB の更新はページウォークの際に自動的に更新される。手は読み書き権限、キャッシュ対象かどうか、NX ビット、ノン、セキュアビットなどの情報を持つ。DEC アルファプロセッサは メモリを8192バイトのページに分割する。TLB ミスが起きると、ファームウェアが3層の機構像のページテーブルを探索する。64ビットの仮想アドレスは上位ビットから21ビットが未使用、10ビットがルートレベルのインデックス、10ビットが中間レベルのインデックス、10ビットが再仮想レベルのインデックス、13ビットが物理アドレスにそのまま対応する。 リード、ライト、実行のパーミッション設定がサポートされている。パワーピシーは、数種類の互換性のナインムの設計を持ったアーキテクチャが存在する。パワーピシー G1、G2、G3、G4 は、ページは通常4基部である。TLB ミスが起きると、標準のパワーピシーングは2つの参照を同時に行う。1つは、データとコードごとに4コまたは8個ある。 ブロックアドレストランスレーションレジスタが指すアドレス範囲かどうかの参照である。バットレジスタは最大2 5 6 m i ブの連続なメモリをマップするもので OS がカーネル自身をマップするのに使われることが多い。バット参照が成功するともう一方の参照は中止され無視される。もう一つの参照は全プロセッサでサポートされているわけではないが、 逆引きページテーブルを参照する。まず、仮想アドレスの上位4ビットで16本ある。セグメントレジスタを1つ選択する。セグメントレジスタにある24ビットの値を仮想アドレスの上位4ビットと置換して52ビットのアドレスを生成する。セグメントレジスタを使うことで複数のプロセスが1つのハッシュテーブルを利用できるようになっている。十二ビットのアドレスはハッシュされ、 チップ外のテーブルのインデックスとして使用される。ここで8個のページテーブルエントリーが一致するかどうかチェックされる。ハッシュ衝突によって一致が見つからない場合、プロセッサはハッシュ関数を若干変えて再試行する。それでも一致を見つけられない場合、CPU は OS に例外を通知し処理を依頼する。OS はハッシュテーブルから一つのエントリーを捨てて空きを作り、 新たなエントリーをそこに入れる。新たなエントリーは通常の機構造のページテーブルを参照することで得る公式もあるし低速になるがメモリ効率の良い方法としてもっと根本的なメモリ管理のデータ構造をたどって得る場合もある。NX ビット制御のサポートはセグメントレジスタで行われているため2 5 6六ミブ単位となる。この方式の問題は ハッシュ関数を使うため、キャッシュ上の局所性に乏しい点である。木構造のページテーブルでは、仮想アドレス上近いエントリーは近い場所に配置される。パワー PC での OS はこの問題の影響を小さくするため、なるべく、ハッシュテーブルの大きさを小さくする必要がある。また、プロセスのページテーブルエントリーを削除するのも時間がかかる。これに対処するために、OS はなるべく、 セグメントレジスタの再利用を遅らせようとする。あるいはメモリの浪費を承知の上でプロセス単位にハッシュテーブルを持つことも考えられる。G1 ではページテーブルエントリーの探索は行わないが、ハッシュ値の生成まではハードウェアが行い、OS がその先を行う。したがって OS が TLB の書き換えを行う。G2、G3 と初期の G4 ではハードウェアで ハッシュテーブルを探索する。最近のチップでは OS がどちらの方式にするかを選択できる。ハードウェアでハッシュテーブル探索しない場合、OS は一般的な機構造のページテーブルを使うことができる。バックスのページは512バイトと非常に小さい。OS は複数ページを一つのページであるかのように扱うことができる。Linux は8ページを グループ化して4基部のページとして扱っている。バックスでは、メモリは4つの固定目的の領域に分割され、それぞれ1基部のサイズである。各領域の用途は、アプリケーション用ページメモリ、カーネル用ページメモリ、カーネル用筆ページメモリ、未使用の4つである。ページテーブルは、大きな配列である。通常、アドレス空間の両端から使うと、 このページテーブルは非常に無駄が多いことになるが、アプリケーションのページテーブルはカーネルのページメモリを使って作成される。したがって実質的には2レベルの機構造になっており、ページテーブルにメモリを無駄遣いしないようにできる。バックスムにはアクセスビットがない。このため OS で何らかのエミュレートが必要となる。典型的な方法としては、OS が定期的にページをアンマップし、 ページフォールとの発生をアクセスビットの代わりとする。X86 アーキテクチャは従来互換を保ちつつ発展してきた。そのため、m ーには非常に複雑で様々な操作モードが存在する。インテル8386及びその後継 CPU での典型的な操作を以下で解説する。CPU はメモリを4基部ページに分割する。 インテル8086やインテル8286からの伝統とも言うべき、セグメントレジスタは、最近の OS ではなるべく無視するのが一般的である。しかし、重要な例外がある。アプリケーションのスレッド局所記憶とカーネルの CPU、固有データへのアクセスには、明示的に FS レジスタと GS レジスタが使われる。すべてのメモリアクセスには、 セグメントレジスタが使われ、どのレジスタが使われるかは実行中のコードに依存する。セグメントレジスタはテーブルのインデックスのように働き、仮想アドレスに加算すべきオフセットを提供する。上述の FS および GS を使う場合以外は、OS はそのオフセットが0になることを保証できる。オフセットが加算されると、アドレスは32ビット以内に収まるようにマスクされる。 その結果を使って気構造のページテーブルを参照する。その場合のアドレスの分割は上位から10ビットがルートレベルのインデックス、10ビットが再仮想レベルのインデックス、12ビットがそのまま物理アドレスの階12ビットとなる。Pentium では M が若干変更され仮想のページテーブルを省くことで2ミブか4ミブの巨大ページを利用可能となった。Pentium Pro では 物理アドレス拡張機能によって物理アドレスが36ビットとなりキャッシュ属性を指定可能になっている。NX ビットサポートは当初セグメント単位だったため非常に扱いにくかった。最近ではパイモードでページ単位の NX ビットをサポートしている。パックスではセグメント単位の NX ビットでページ単位の処理をエミュレートしており性能低下もあまりない。 AMD64 及び、INTEL64 は X86 の64ビット拡張である。この場合も、常実の FS と GS 以外のセグメントレジスタは、オフセットがゼロに設定され、無視される。ページテーブルは4階層になる。上位ビットから16ビットは、未使用で9ビットずつが、各層のインデックス、残り12ビットがそのまま、物理アドレスの階12ビットとなる。 未使用の16ビットは、回48ビットを符号拡張したものとなる。また、ページ単位の NX ビットがサポートされている。システム370とその後継のアーキテクチャでは、アクセスビットとダーテビットをページテーブル以外に格納するという珍しい方式になっている。それらのビットは仮想アドレスではなく物理アドレスに対応付けられていて、特殊な命令でアクセスできる。 これにより仮想化が要因になっている。また、通常なら、OS がページテーブルにあるそれらのビットを物理メモリに対応した別のデータ構造にコピーするなどの処理が必要だが、システム370の方式では、それが不要となる。PA リスクでは、ハッシュページテーブルと呼ばれるより、複雑な構造でアドレス変換を行っている。この機構は、 IA-64 にも受け継がれているため IA-64 は一般的なページング方式と PA-like なハッシュ方式と IA-32 モードでのセグメント方式の3つの方式をサポートしている。MIPS アーキテクチャでは M はあるもののページテーブルは規定されておらずオペレーティングシステムが直接トランスレーションルックアサイドバッファを書き換えるようになっている。 この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。